さあ、ケーデンも時々もたからね。今ね、なんか、はい、差し障りあんねやろ、電源切っといたらええのか。そうですね。電源さえ切っといたらええのか。なんかね、差し障り、ちょ、もう一件メール見てもいい？いやいや、あのね、始まる前に、電源切ってくれました？電源切ってない、まだ。切っとってくださいよ。わかりました。忙しいですね。もう、ゆっくりできたんでしょ？全然できてない。よっこーもうね、10日ぐらい休み。10日、要するに休みがあって、はい、これでもう悲しいことに、17日から、はい、休みやったわけやね。17日から。はい、これで17日から休みで、真っ先にお前ゴルフショー言うて、はい、月曜日、はい、大阪、行く予定を真っ先に決めたわけよ、2日間。はいはい、その日に新型インフルエンザが46人出た、その日が、大阪行くって決めて、はい、ニューヨークそれで中止したのに、うん、大阪行くって決めたその日に46人出たよ。タイミング悪いです。何や、これやったら、うん、そこに向かって行くわけね、俺。そうですね。それでニューヨークに向かって行くのと同じことになってしもてやな。そうですよね。俺はなんちゅう人生やと思って、新幹線でほんま、俺ってな、どういう巡り合わせで、そうなってんねやと思ったぐらい、偶然が一致したわけよ。はい。ほいで、もうあかんわ、もうこれ、大阪二日、もちろんやって、はい。ほいで、マスクも、あいつが、ニッタが用意してくれてて、はい。ニッタがマスク持っててね、マスクをくれたんですよ。はい。ね、マスクをしながら暮らして、ほいで、大阪へ帰ってから北海道行って、はい。二日、メールしたよ、北海道へ。今北海道へ言ってましたね。ね、北海道へ行って、二日北海道へ行って、その後、庄司だと川奈へ、うん、今度ゴルフしに、二日間な、はい、川奈行ったんですよ。うん、ほいで、さあ、あと二日どうしよう思って、はい、ほんなら、ね、日光に行こうとなって、はい、日光東照宮にお参りしてきたの。しんどいわ、200階段とか登ってみ、お前。確かに。ほいで、見たる言わざる聞かざるがあって。なんでござるか。もう それはいらんねん。なんでござるも見てくれよ。4匹ねんの、それ。あれ3匹やな。はいはい。ね。見ざる言わざる聞かざる。うん、とかね、はい。眠り猫とか。はい。お前あれやな、見ざる言わざる聞かざるなんでござるで、えらい滑ったな、昔あの。いや、受けました。花の中大さんで。違う、受けました。まあああ見たら言わざる聞かざる何でござるって言うて、はい、スコーンって言ってほら劇場がスコーンと言ってしまった。あれは大爆笑でしたって本当に。ギャグ博士ってあれ逆からなあ、ギャグ博士やったら来たよ来たよ言われながらねマジで台本にもセリフもなく村上庄司でと書かれてね、はい、で吐ける言ってその間にちょっと時間こう、なんだろう、僕らがこう出て行ったら、さんまさんが警官になってるわけ。はい、サンタ、明石サンタやったから、はい、サンタハン、サンタハンって出てくんねんな、お前な。ほ、はいうんなら来たよ、来たよ、言って言われながら、そこでギャグやって、はよ帰れとか言われて、ねまあ、大爆笑を取って帰るという。ほんで、公開番組なんですけど、はいそこは無料なんですよ。もう公開ですから。その客に金返せっていう。言われちゃった。なんか自分でわからない。なんで金返さなあかんのやろ思って。そうですね。マジで。あれだけ爆笑取ってんのに。無料で金返すってわけわからない。わけわからないでしょ、それだけ放送したような気分やったんでしょうね。あれはいつまでも覚えてるわ。はい、金返すって俺も爆笑してるんで、舞台で。もう笑って次八本にやんだけど、もう二人で笑うて笑うて、これ兄さん金いりまへんよね。いらんねや、これ。金返すとは何事や、いう話を。大爆笑のなんてござるでしたね、あれは。はい、で、日光東照宮。はい。その前に、私、もう、オーソドックスな、ね、日光の暮らし方をしようと。うん、で、旅館が、旅館が空いててね。はい。で、すごい有名な、料理が美味しくて有名な旅館らしいんだけど、うん、そこは偶然、特別室が空いてて、ほんで、部屋に露天風呂があって、いいですね。いや、あそこね、後でお前教えたけど、ええわ。ああ、いや、家族で行ったら、料理も美味しいよね。料理は、部屋じゃなくって、旅館内にある、
料亭行くんだけど、全部個室やで、そこも。いいですね。高いでしょ、それは。高そう。まあ、ちょっと高いけどな、個室で、全てが、また料理も個室で。そうそうそう、ちょっと高いねんけども。まあいい。まあまあ、芸能活動をして、はい、それだけテレビ出てる人は泊まれる、ところやわ。はい。どこへと、行って、おいで、料理食べて、はい、美味しいね。ほんで、そこの、辛味噌を最後に、ご飯に辛味噌をつけ、ついてるんですよ。はい。その辛味噌やったら、うまかって。はい。ほんで、それを買って、その、はいはい、旅館で、はい。で、持って帰って、はい。ほんで、家で食べたんですけど、はい。そう美味しくない。あれ。いや、その雰囲気がそうされたんですよ、ね。そこで食べるのがよくありますよね。あるある。あれね、本当にその場で美味しい。だから、オーストラリアのゴルフ場で食べるホットドッグが、うまいです。すんごい美味しいねんけど、はい、あれを日本に持って帰って食べたら、そう美味しくないと一緒で、コーラなんかでもせやよね。まあ、オーストラリアで飲むコーラはもう。めっちゃうまいっすね。もう一年の飲みだめしますからね、僕は。いやー。コーラ普段飲みませんけど、オーストラリアのコーラこれ別格ちゃうかないぐらい。大した変わりはないんですけど、その気候と、あれに合うんでしょうね。だから、日光の、風景だ、やれ、その気候だ、に合う味噌なんでしょうね、多分。だから、それを買って帰って、で食べたんですけども。ほいで、日光、次の日、どうしよういて。はい、まだありますよね、休みは。うん。ほいで、何だっけ、なんていう画家やったっけ、あれ、忘れた。記念館があるところ。平山さんじゃないわ。妹有名な人や。平山さん誰やそれ。有名な。平山さん。行く。なんちゅう名前だっけ竹下夢人。はい。記念館見てきて。竹下夢人。竹下漫才師です。違う、違う。夢人一緒。竹下使えへんやろ。お前、夢人さん出て、夢人さん、はいよー、言うてよ。太平トリオさん。そうですね。そんな有名な画家の。いや、竹下夢二の会館があんのよ。はい。俺、竹下夢二の会館に、はい、行って、その竹下夢二の作品をこう、見ながら、はい、それを帰ってきてから、浅田美代子さんに、はい、竹下夢二の記念館行ってきました、言って、なんで行くなよ、言って。はい。私、ファンなんだからって、わけのわからんこと言って、怒られて、いや、竹下夢二会館行ってもいいでしょ、なんで、笑う家なんかないじゃんとか言って、すいませんけども、僕、笑わすために、笑うために、別に竹下夢二行ったわけじゃない。なんでも笑いじゃん、あなた、なんでも。笑いたいかったら違うとこ行ってよ、竹下夢二私大好きなんだからとか、わけのわからん、もうなって、あっても今ね、忙しいから、あったもおかしだってあるんですよ。それでもね、雑誌の犬を引き取ったりで、雑誌なのよって言って、雑誌の絵に引き取ったのよって言って、みんなで名前当てようとか言ったら、アビーって言うんだけど、あれ、名前言ってしまったと思って、あ、ごめんなさい、名前言っちゃったから、犬の種類当てて、いや、今雑誌言ってましたよ。言ったのおかしなってたな、どんどん。さすが。で、実は最終的に、いいよ、わかったよ。体重当てよう。全然おもろないし、体重なんか当てたから、数字言うだけやし、下げていったら当たるやんか。20キロぐらいから。確かに。そやろ、むちゃむちゃ。おいで、竹内さん、有名人の、あれ行って、一応、ほー、言うてね、マスクしてても、変な人と思わないのよ。うん、で俺ってマスク、やっぱ口元が特徴があるみたいで、うん、マスクすると、ほとんど気づかれないの、メガネかけて。うん、で、高橋有名人のところも行けたし、うん、で、日光東照宮に行かなきゃ言って、はい、日光東照宮に行ったんですよ。うん、俺確かに修学旅行で行ってるはずなんですよ。確か日光東照宮に、大昔、お前の修学旅行どこやった東照宮です。うせえ。いや、もう、そっちの方がいいかな。じゃあ、そっちの方がええかなんておかしな話やろ。じゃあ、お前ら、愛媛県は、どこ行くの、はい、高校の時とか。コンピラさんです、コンピラさん。コンピラさん。東照宮と近いんですよ、まあ、建物自体は。じゃあ、中学高校行った、あんまり高校行ってないな。行ってます、行ってます。僕は高校卒業してますから。うん。だから中学校の時どこやった？俺東京やのね。日光行った。中学校は僕ら万博やったんですよ。ちょうど真っ最中で。はぁー。ソ連館とかアメリカ館とかもうすごい。
ああ、なるほど。はい。で、高校はどこ行くの？お前、九州？俺は九州やけど。チャーシュー、チャーシュー。もう、でもそういう人が真面目に話してる時は。真面目な時。いいんですか？真面目な話してもいいんですね。いらないんですね、もうそういう。もうボケとかいらないんですね、もう。普通に喋りますね、こんなのが。その状況に応じて、やれ。なんかお願いしよう。真剣に喋ってる時と、ああ、これどうもふざけてられない時と、はい、その状況に応じて。わからないね、それが。それで、日光東照宮、もう記憶が全くなかったんですよ、はい、高校時代に行ったら、やっぱり修学旅行生いっぱい来てましたやつ。はい、はい。はい、キャラもあれでしょ、徳川家康の個人の、個人のために作った。それでね、はい、いろんな、その、要するにあるんですけどね、はい、部屋みたいな、はい、いろんなとこ回らなあかんわけですよ。はい、最終的にはその、徳川家康が、お墓があると言われてるところを200階段上がらなあかんわけなんですけども、はい、その前に入るとこ入るとこおみくじやねん。はい、でも、退屈やし、はい、200円なんですよ、おみくじ。はい、これで200円、もう200円ぐらいあるから、はい、おみくじしよう思って、おみくじしたら。はい、で、次のところ行くと、またおみくじがあるんですよ。はい、また次の、ところに行くと、またおみくじが200円で、はい、全部いたったんですよ。一個でいいでしょ。小吉、中吉、大吉、そんなあんなことあるか？え？俺は一体何吉やねん話になって。確かに。うん。で、また行くと、ろうそくがあって、願い事を書いてください、言って。はい。300円。はい。願い事書いて。書いてる。何を書いたんですか？いや、願い事がなくなりますよ。綺麗。それを書いて、はあ、それでもう退屈、もうね、階段登ったマスクしながら、はい、200階段登ると、きついね、おいで、眠り猫って、どこやねんと、眠り猫って、おん、行ったことない、お前の肉体です。そこに、あるだけなんです、眠り猫って。はあ、何やこれ、いう話にして。うん、何やこれって言われてもいう話で。うん、眠い猫かこれって。それ何なんですか、それは、それ、なんかこう。眠い猫で、平井甚五郎が、どうも、掘ったとされてるところやで、あれ。どうらしいねんけどもやな。なあ、その眠い猫って偉い看板やから、もっと大きなものがあると思ったら、うん、もう、その入り口のところの上にちょこっとあるだけなんですよ。はい、それが一応、平井甚五郎っていう、有名な方が、掘ったという、眠い猫があるんですよ。で、そこに200階で登って、はい、で、その時にうちのマネージャーが栃木出身なんですけども、はい、ワールド何やらいう街があるんですよ。はい、で、そこに入ると、30分で世界一周した気分になれる。気分になれるという。ワールド何だっけ、ゴミ富士。ワールド。東部ワールドスクエア。そうそう、ワールドスクエア。はい、すごいですね。もうね、母が言うて、本当はその夜まで日光で過ごすつもりだったんですけど、はい、帰ったんですよ。はい、ね、その栃木でね、その全世界を回れる気分になれるんやったら、うん、ちょっとぐらい寄った方がよかったと思いますか。もうね、しんどい。もう、マスクしながらお前延々歩いてみ。竹下有名人の記念館で俺も母が言っててんから階段登ってマスクしてるから、酸欠状態で俺は200階段登って。へえ。でも、汗はかくわ、雨は降ってるわでやな。散々です。で、もう帰るわ、言って。でも、まあ、日光東照宮にも行ったからね。はい、日光行った。ああ、でも。でも考えたら、ちょっとずつそうやって休みがあっていろんなとこ行けるのもいいですね、そうやね。今回はね、しんどかったけど、はい、最後の火曜日まで休みだったんですけども、ぐ、うん、っすり寝たね。久しぶりちゃいますか。マジで。もう疲れ切っててのね、その行ったで。だってもう大阪行って、北海道行って、はい、川内行って、はい、おいで日光へ行って、はい、で大阪行ったんやから、月曜日。あ、そうなんですか。そうやね。え、また行ったんですか。お前言うてんけ、月曜日。いや、聞いてません。あら、お前月曜日、大阪やっちゃうかった、お前。全然違います。ちょ、お前大阪やったの。いや、違いますよ。こっちで僕ら何もなかったんで、こっちで、劇場。俺大阪なんで行ったんだろ。なんでですか。
新田誕生日。うわ。え、新田さん誕生日だったんだ。素人の誕生日なら俺の誕生日来いちゅうね。おい、少女お前5月いつやった ?28 です。お前新田と一緒え、あいつなん、27か8やか、あいつ。お前もう知らんかったんだ。すいませんよ、そんなもん。すごい。え、新田さんの言ったのに。マネージャーのゴミ口来てくれたし。え、お前誕生会やったん？いや、なんかあの、恵比寿で石井さんのお店で。タカちゃんとか翔平ちゃんとか。なんでお前俺に連絡してくれなかった、そんな。上地君とか、いろいろ来てくれて。いや、なんで俺に連絡してくれんの、それ。来えへんやん。来たところで。一応や。一応。来ませんやん。来えへんもん電話するのどれだけ情けないか。ちゃうやない。それだけの人が集まってくれやろ。それをたまたまね、その、言うたら、職業何してるかわからん人の誕生日に大阪までわざわざ行ってんのよ、さんまさん。じゃあ、行ったら僕誕生日なんですよ。あ、そうやったんですか。誕生日なんて言ってあげたんじゃないんですか。わざわざ、新田の誕生日で大阪まで行くわけあれへんがな。なんかの用事で行ったんや。ほいで、ほいで新田だとご飯食べに行こうってことね。そしたら、あの、新田が、実は僕、誕生日です。はい。今日、一人で過ごすつもりが嬉しいなぁとか言って。ほいで今、火をつけると、ザーッと降りてきて、はい。ほいで、こう、筒みたいになってるんですけども、そこババババババッと火がついて、はい、ポンと開いたら、ろうそくに、はい、あの、傘が開いたような形になるんですよ。はい。で、ろうそくにもう火が灯ってて、はい、バカンって、それ大阪の傘屋さん開発したとかいう、知らんからみな。雨だけが楽ですもんね。違う違う、ろうそくの話ですよ。バカンって開くんでしょ。いや、開く、そこちょっと、あ、下に開くの。で、こんなちっちゃな傘やから。あ、そうですね。やりにくいやん。それで、火曜日帰ってきたから、もう疲れますからね。動きっぱなし。動きっぱなしや。ニューヨークの方が多分じっとぼーっとできてね、あの休めたと思うわ。だから日本知らないところ行くというのもええかなっていう。楽しそう。結構ね、ゴルフも楽しかったしね。まあ、サンドイッチもね、あの、僕ら横に置いとったサンドイッチ、カラスが箱ごと持って加えていて、箱ごと。ほんで、カラスがその箱を開けて、中のサンドイッチだけ食べてんだよ。ほんで、サンドさんが、お前らアホやなぁ言いながら、本人が真っ先に箱取られとるんで気がついてなかった。サンドイッチ持ってかれてんの。お前らアホやなぁ、カラスが食べるって言うてやったら、うちもないわ。すごいよ、箱ごとよ。ね、あれ何やったっけ、キュウリみたいなやつ。あれ何やったっけ、あれ。ピクルス？あ、それ。カラス、ピクルス食べないのよ。贅沢。だからね。わかるんだ。いや、俺ゴミを漁るカラスがいるじゃない。はい。あれね、ピクルス置いといたら絶対。寄ってこない。寄ってこない。いろんな、あれを、いろいろカラスやってるけど、ピクルス食べないの。ピクルスだけ見事に食べないの。嫌いなんだ。でも、ピクルスをそんなに捨てる業者もないですよ。だから、捨てとったら。食っとかないで、ゴミ袋の横にピクルスを、なんか置いといたら、多分あれ、カラス、ゴミ見あさりせえへんと思うで、俺。そうですかね。だってお前、あれ見たやろ？見ました。俺のサンドイッチ。はい。全部ピクルスだけ残ってる。ピクルスだけは。綺麗に。何でも食べる、動物じゃない。うん、雑食性ですもんね。ああ、それがピクルスだけ食べへん。あれなんかの、研究の、なんかね、あれに使っていただきたいね。逆にあのカラスだけは食べなかったかわかりません。小さい時親にごっつ怒られたんちゃうの？ピクルス食べんな。無理やり口に入れられたとか。トラウマなのかな？カラスによるのか。はい、カラスによると思う。MBS ヤングタウン明石家さんまです。そうです。モーニング娘。の高橋愛と、道重さゆみです。全ジャグのコーナーイエーイというわけでね、こちらいただいたのは、まあね、岡田が来てました、久々にね。はい、岡田あいつ何ちゅうグループやっけ？ビューデン。はい。ビューデンはもう解散してんやろ？ビューデンって誰やった？石川梨花ちゃんと、三好梨花ちゃんと、岡田結衣。で、三人が美優伝。はい。ああ、なるほど、なるほど。お前、選ばれなかったんです、美優伝。はい、美優伝には。なんで、
あれ男、綺麗な人ばっかり選ぶんだよ、あれ。そうですね、あとなんかセクシーな。あ、セクシーだから足らなかったのか。そうですね。その頃。そうですね、今だったら入れたと思う。絶対。こちら、ミスター、梅助からいただきました。はい。全略ヤンダメさん、こんばんは。こんばんは。さんまさんの親友、木村拓哉さんのドラマが、関西で MBS で始まりました。視聴率も上々のスタートだったようですが、親友のさんまさんには、ゲスト出演の話は聞けませんか？毎回犯人役としてビッグな方が登場するようなので、以前の古畑の喋りすぎた男のように出演があるかなと、さんま不安を期待しておりますということですけど、うん、1回目ね、見ました。豪華な、うん、すごい豪華な出演やったな。面白かった。もう、豪華すぎて、木村にはもう、豪華すぎるって、お前一人でも十分やいう話をしたんですけど、はい、豪華すぎる。すごかった。何やねんっていう。広瀬さんから始まりますもんね。あ、広瀬から始まったね。はい、広瀬さんが泣いてるところから始まって。え、広瀬さんその後出てきてなかった俺。本当に初めだけしか出てないで、広瀬さん。あ、しょっぱな、すごいの集めたんだ。はい。びっくりするぐらい。豪華な出演陣やったな、あれ。すごかったですね。すごいよ。あ、だからまあ、なんか散らばるし、なんかもう別に木村一人十分持つドラマやから、俺はもうちょっと出過ぎちゃうかいう話は、来たんですよ、うん。それぐらい豪華なの。へ、う、ぇ、ん、ほいでまあ、アメリカの今ね、CSI っていうドラマと、古畑を混ぜたような感じに仕上げてある、ドラマなんですけども、まあ多分木村本人はやりにくい。すごいやりづらい。ああいう役ってすごい、やりどころがないけどやらなあかんというね、役どころなんで、あれ一番やりにくいと思いますよ。難しいというか、難しくはないねんけど、本人次第どう見せようかっていうね、本人次第の役柄なんで、それを視聴者にどう、伝えるのかとかいう、役作りなんで、まあ、お前ら二人にはこれ説明しても分からへんと思うけど。難しくなってきた。そういうとこなんだ。あれはね、すんごいやりづらい、役だと思うし、ほいでね、操作していく中で遊びも入れたりせなあかんので、キャラ設定がね、すんごい難しいと思うね、あれ。だから、私も喋りすぎた男っていう古畑任三郎のスペシャルでやったことがあるんですけどもね、弁護士の役だったんですけども、まあしんどい役、説明台詞ってね、もうどんだけしんどいか、法律用語使わなあかんから、法律用語覚えなあかんで、もう歌を初めて覚えるようなセリフばっかりですよ、そうですよね、自分の中にないかもしれない。お前もやったもんなんかな、探偵裁判のやつ。だって普段使わないもんな。はい、使わないから。そこに気持ちを入れなきゃいけないっていうのは、やっぱ非常にしんどい、覚えそうやの。で、見てる方はあんなこと言うて当たり前と思って見てるからね。そう、確かにね。そこを覚えなあかん。何の効果もない努力をしなきゃいけない。っていう役どころですからね、本人はいろいろ大変でしょうけどもね。全くディレクターもジャイですから、俺の佐藤金畑やった、ディレクターで、それで木村ですから、俺も話来るなぁ、思って、まあ、ゴミ持ちには再三聞いてるんですけど、全くないという。これはもう本人直接主役に言おうかと思ってると思うんですよ。出せと。俺を出せと。いうのは、やってますね。だからもうでもそろそろ収録終わるんじゃないですかね。かなり早くこれやってますからね。見てないか。私見てないです。でもちょっと、鶴瓶さんの番組、さんまさんがインタビューして、はい、あれでちょっと、あれでちょっとじゃ別にあんなもん。ちょっと入ったんですよ。なんか、はい、予告みたいなのちょっと入ったから。それで、見たぐらいです。それ見てないね。それ見てないでいいね、それは。なあ、それは全く見てないよね。はい。あ、それ見に行ったのは見たのか。はい、見ました。ママ見たそれ。はい、両方見ました。あ、本番も見た、お前。本編も。うん、はい、見ました。どういう感想なの見てて。面白かったし、勉強になるじゃないですか、脳の。
一緒になって勉強できるじゃないですか、脳って、あ、そういう風に働いてるんだ、脳って、って思うから、まさみがすごい思ったのは、男の人が、あの、右側の女の人の方が可愛いって思うって言ってたじゃないですか。そうそうそう、あの、脳の作用でね。絶対さ、右側になろうと思って、いつもさんまさんの時、いつもさ、右側じゃないですか、このラジオで。ラッキーと思ってて。え、右側ってどっちにとって、お前正面やないか。あの、愛ちゃんとさ、見合ったら右側じゃないですか。え、でもさんまさんから向かって、自分が右側にいた方がいいって言ってましたよね。じゃあ、隣の時やろ。あ、そうなんですか。そうそう。じゃあお前何言ってんの。あの、なんかだから一緒に並んでたら、なんか女の子目の前で二人並んでたら。そんなこと言ってた、テレビで。はい、言ってました。そんなこと言ってた。脳の働きでなんか。え、でも隣ちゃうか。隣、こっち隣ちゃうか。右隣と左隣ちゃうか。いやいや、あの、それはテレビ見て、その、要するに、ちゃんと、分かってる人が、はい。が言わなあかん。おいらも分かれへんもん、それ。俺も右側やと思ったもん、そのドラマ見た時に。女の子って右左で顔違うから、確かにね。それの、出来栄えもあるやろ。はい。そうですよね。人によって。違うよな。親方はどっちのか、右向いてみ、今。左向いてみ。あ、お前左の方が、あ、そうです。一応そうです。まだ言ってないんで、左の方が、左の方がで止まってるよ、はいはい。そうですって。何がなの？左の方が可愛いですよね。私どう思う？え、可愛いと思う。高橋左右向いてる。あ、右は？高橋も赤、右か。こっち？おー、ええのがな。だから、ドラマの女優さんとかよく、もう監督はそれもう分かってあるからね、もともとは。マネージャーに聞いてらっしゃるのか、撮りながら、分からはんのか、知らんねんけども、いいシーンとかは、女優さんの、綺麗な角度から撮ってあげたり、してはりますよね、これは。どっちやねん、なんかそんなこと言ってたな。はい。もう、右側。こちら、辰巻小僧からいただきました。はい。さんまさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。独身大物芸人の一人、松本人志さんが、元お天気お姉さんとの結婚を発表しました。関西でここ1ヶ月ほど大物芸人について結婚かという噂があったそうで、一部ではそれはさんまさんではないかと言われてました。と聞きましたと。松本さんは奥様と仕事で知り合い、合コンで再会してから、お付き合いに発展したそうです。さんまさん、最近富士女子アナ合コンで、収穫は、ありましたでしょうかということですけどもね。もう、アナウンサーとか、ああいうのを好きな人って、偏ってるよね。でも、ああいう昔 IT 関係の人が、こう、多いとか言ってたじゃないですか。ああいう。女子アナ好きでしょ。はい。まあ、要するにこの芸人では、うっちゃんは付き合う人全部女子アナでしたしね。うっちゃんなんじゃん。うっちゃんはなんか知らんけど、好みが女子アナゾーンに行くんでしょうね、多分。だから、要するに、他の誰だっけ、誰かも言ったら女子アナ、を紹介してほしいとか言う。なんか俺は女子アナって、そういう目で見えへんやんか。俺たち仕事の中での。せやねん、部分やから。近づきすぎたのか。はい、そうでしょ。女子アナをね、女として、見たことないんです、俺。へぇまあ失礼やけどね。まあもちろん、見たことないね。今まで近すぎんねやろね、要するに。ご飯だ、なんたらだ。だから、孤独を決めなから、俺は女子アナの方ってタイプじゃないねやろな。今まで心動いたことない。へぇ女子アナに。綺麗な人いっぱいいますけどね。まあ、だから一番ね、俺なんか、フジテレビの、男の人なんか羨ましいです。フジのね、アナウンサーの電話番号全部知ってるさんまさんだけですよ、とか言って、我々も知りませんから、とかいうぐらい、みんなと食事会してるわけじゃないですか。なのにね、仕事しすぎてる部分があるんちゃう？だからさんまさんは。響かないよね。本当に、アナウンサーの人は仕事仲間とかいうか、男っぽい感じがするのかな、俺は。でも、憧れる憧れるよね。だから俺らがスチュワーデスさんにこうね、憧れるのと一緒で。なんか、スチュワーデスって言ったら。じゃあ、憧れる？なんか、うわーとか思いますやん。なんか俺は気の強い、イメージの職業の人あかんのかな。それ、あんた面白い人探そうが好きやからね。テレビ少女の女とか。あんただから違うね、置き場所が。もう硬いねやろな、俺にとっては。好きがないねやろ、多分。女として。
わ、綺麗なとかってほんまに言うたことないから、まあ、さんまさんね、まあ、まあ、優しいから、みんな、うわ、綺麗とかって、そういう部分では言うけど、本当にこう、うわ、綺麗なとかって言ったことって、俺、あんまり聞いたことないのよな。あ、そうやわ。俺、綺麗なってあんまり言わへんわ。うん。もう考えてみたら、だから、お前もこの間斎藤アナとお前ご飯食べに行ったら。なんで知ってんのあんた。もう、あんたには覚醒。本当に、これだけはもう絶対分からんようにしとこう思ってたんだ。お前、そのレストランでオギリンとおたやろ、フジテレビのオギリンのディレクター。確かに会いました。ほんで、お前、オギリンが一緒にご飯食べようって言って、あの、一緒に飲もうって近づいて、あっち行け言うて。言いました。なあ、はい。あっち行けって言って。だって向こう、女の子二人に抱えてね、オギリン三人で。だから、こんな三人で来られても、あっち行け言うたやろ、はい、言いました。昔、まあ、お前も何飲み屋でよく薬で頭殴られとったから。頭でもう飲みに行って、はい、ずーっと靴で頭コンコンって。どうしたお前今日いい音出ないけど今日、大岩さん靴違うんちゃいますかって。ごめん、カタカタ言われながら、ずーっと頭叩かれてたんだよ。受けるから言って、何言ってた、コーンって言うてね、わー、女の子。高いのよ、また。いや、俺はスリッパ的なもんならええけど、革靴も安いのでな、そこで。これ受けるね、これ受けるね、言うて。マジで。そのおっさんが、あっち行けって言われたもんやから、はい、あっち行ったらしいんですよ。ほいで、次の日メールで、俺に、これは密告いたしますって。村上昌司という芸人が、斎藤、我が、フジテレビの斎藤アナと、ご飯食べてまったことを師匠に連絡いたします。まさかそんなところから入ってると思えへんからやね。そうだ、お前言っとったらしいなってか、思って誰も知らんはずやし、斎藤が庄司のファンなんですよ、小学校6年生だけど、はい、4年か5年、お前のとツーショット空港で斎藤がちっちゃい、ね、小学校の時に庄司とこうツーショットで写真撮ってんの今でも持った斎藤、すごい、それぐらい庄司のファンなんですよ。それで一緒にねご飯食べに行ってた。この間さんまさんちょっと番組出してもらったから、ほんで、お久しぶりやーってから、なんか、ご飯でも行こうよみたいなことあって、で、隠れてご飯行ってたんだよ。それを。バレちゃった。だから、斎藤が今、男の人と別れて、フリーなんですよ。で、TBS の井上も、力及ばず、振られて、で、斎藤がどうしようとかいう、ことなんですけどもね、今だから、彼氏がいないから、ご飯連れて行って、おめでとう、この間斎藤も誕生日やってんな。知らなかったんですよ。斎藤も誕生日だから誕生会をしてあげよう思って、はい、本当は、今日の予定だったんですけど、はい、メンバーが集まらず、はい、まっちゃんも5月3日やからね、あいつ。まっちゃん5月3日。よ、知ってますね、あんた。松尾さんの誕生日から好きな服の色まで。すごい知ってるやろ、いろんな。そういうこと。誕生会してください、一遍にまとめて。そうやね、一応いつもやってんのよ。だからそれはもうね、でも富士の、もともと俺らの仲間がもう子育てで今大変で、篠田正井だが、はい、とか、もう、ヤギも今忙しい。はい。彼はね、で、ね、この斎藤が自分自身の誕生日なんで、連絡しなかったんでしょ。いつも斎藤が連絡係で、あ、みんなに集まって日を決めてやってくれんけど、はい、今回ないな、あっせ、斎藤本人やからやと思って連絡して、俺が連絡今取る係になってるんですけども、だからもうみんな忙しいしね。何やかんや言いながらでももうすぐ出てさんまさんも。せやね。あっという間ですね。54やもんな。もう後輩やからね。お前54。はい、もう、すごくね、本当に、情けないけど、いろんなところに出てきますね、体。そうなの。体もトイレ終わった思って、おしっこ持って、ファスナー上げたら、ちょろちょろまた出てるしね。あら、まあ。残尿、残尿。もう情けない。残尿、頻尿。本当に。ほんで、パッと求められんからね、もう。もう本当にもう。いや、もう終わった思ってるからね。はい。で終わった思って安心して、だから、昔やったらね、はい、若い時やったら、あ、下田早すぎたとかあんねんけど、完璧にしたつもりが、はい、G1。来てるから。もうそんな、ファスナー外してとかってもうそんなもう、機敏さもない。うん。
もう全部、もう出るだけ出なさだ。残尿。残尿の方が多い時あるもんね。うん、ズボンの中で。さっき出したより量多いや。うん、残業と残尿は辛いね。もうね、それ使ったら今度。あの、処理さんに。何残尿の薬違う。止まるかな違う。あの、2人からです。ありがとう。おめでとうございます。すごい迷ったんですけど。おめでとう。俺もあげるわ。そうですか今日僕持ってきてください。あなたに誕生日。逆ば。何をや。だから逆ば。逆ばっていいの逆バージョンで。逆ば。何をや。あなたに誕生日。俺の誕生日祝いを、俺があなたにプレゼント。じゃあ俺も何欲しいねお前。えいらんやろ、何も。いりませんよ。だから僕は逆に持ってきた。お前、だからこの間カメラ連れて行ったわけじゃないか、お前。それでいいやろ、お前。それでいいやろって。だから、あれは誕生日プレゼントで。考えたら、あの夜でいいよな。あんだけお前、豪勢なご飯食べて。はい、確かに。じゃあ、一泊泊まって。はい。それにしとこう。はい、じゃあ、お前欲しいもんないやろ、別に。マフラーぐらいやろ、お前。あの、できたらマフラーを。え？こういう。ああ。ブルーを。ブルーが好きなの？そう、次は、ブルースカイブルーって言われたし、ずっとブルー変えちゃって、俺が逆に。真っ赤に言うてるセリフやけど、俺がずっと、俺ブルーしかもう最近。ブルーだ。いや、全部ブルーやねん、今、こうてんの。薄いブルー、濃いブルー、いろんなブルー。白最近着てないねって、ほんとに。白着てるもんね。うん。ブルースカイブルーってか、ずっとブルーしかもう食ってないのよ。なんで俺がブルーしか食ってないのやろ、お前のやろ。俺のネタでも何でもないのよ。あえて言うわけじゃないねんで、俺が。ブルースカイブルーとか。これ、だから、お前何見てあげろよ、お前。いいんですか、今見て。あ、あるぞ。そんな、いや、いいんかな、思って。うん。二人で、考えて、あったやつでしょ、と思って。うわ、なんと、これ、豆腐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 食べよ食べよゲタ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 レンガレンガレンガ何食えてんのこれ何やろこれぐらいの大きさやったらお茶碗お茶碗茶碗茶碗まだ開けてないってうわ、何やろええちゃうええ書くええちゃうええちゃうええちゃううわこれ何やカバじゃ、蚊取り線香あ、これ蚊に刺されるもんな。え、これ嫌いよな。なんでえ、正直こんなの嫌いやで。嘘ほんま。蚊取り線香蚊取り線香。蚊取り線香ないん。いや、夏やから。うん。これ嫌いやな、これな。はい。いらんかったです。これはいらんと思うわ、正直の代わりに言うけど。あ、本当ですかこれも残念やけどな。なしは嫌いやな、これ。正直言ってもらうと、全くいりません。邪魔です、これ。邪魔でした。これは。愛嬌あるけど。これといっておいて、面白いもんでもないしね。可愛くないですか、可愛くなんて、本当にこれ、割りたいわ。今の心境としては。いいですよ、割っても。いやいや、簡単なのだな。これ好きだな、こういうの。私は好きです。あ、俺も。これ、花瓶になるしね。水漏れる漏れる。あ、ほんまやわ。これ花瓶の方がええわ、お前。花瓶になる。漏れない。あ、こっち花瓶の方もおしゃれや、マジで。うん。ね、花瓶ならいい。これ。花瓶。蚊取り線香はなぁ。これ、蚊取り線香使えへんもんね。でもありがとう。いやいや。これ。偉いの選びよったな、こいつら。いえ、もう僕これ言ってましたからね、前。こういうの。あったら便利よね、みたいな。絶対こいつらこう取れへんで、これマネージャー、違います。あ、信玄餅のマネージャーはお前、こう取れてんじゃん、これ。違います、ちゃんと選びました。ほんまか、これ。ありがとう。信玄餅のマネージャーが選んだんちゃうか。違います。そうか。すいません、本当に。いえいえ。これいらんな。まあどうでしょうね。いや本当悩んだんですよ。あ、どれと悩んだよ。でもなんかキャンドルとか、うん、アロマとかばっかり売ってたから、うん、なんかあそれ多分オーソドックスすぎるので、そうであんまり使わないかなと思って、オイルマッサージとかしなくそうだから、うん、正直せえへんで、これならいいかなと思って、うん、これのがせえへんよね。あ、すいません。ボディミルクとかにしとけばよかったの。そうやね。俺好きやね、そういうの。そっか。うん。ボディバターの方が悪かったと思うね、もう。ちょっと失敗しました。マジで。うん。腕にバター塗って食べれるから。お腹空いてる。こちらいただきます。はい。すいません。お前誕生日いつだったっけ？あれ、9月です。
もうすぐや。覚えておくわ。9月の23日。14です。14。結構話して。23は後藤さんです。あ、そうか。うん、あれ、道に行けって言ったんだ。7月13日です。もうすぐや。お前もうすぐやんけ。20歳です。うん。ああ。去年あげたよな、俺。なんか。あ、でもフリスクケース。そうやろ、作ったんだろうな、はい。うん。いただきました。はい。そうやろ、はい。あれでいいよな。2年分。ありがとうございます。いいよなって。こちらラジオネーム、ともくんからいただきます。はい。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。高橋愛ちゃんの10冊目の写真集、私が発売されました。今回は企画段階から愛ちゃんの自身が話し合いに参加したそうで、今までにないポップな写真集が満載です。また懲りずに持ってきてると思いますので、ぜひ男性陣の率直な感想をお願いしますということですけども、はい、どうぞ。もう前から言ったらもう何枚かっこない言うてんねん。もうこうやって見るとなんかやっぱりだんだん変わってきましたね、高橋もね。だからね、こいつにもう写真集何冊ぐらい持ったかな。もう6冊は持ってるよね、7冊ぐらいは。そうですね、7冊ぐらいは。もらってるし、はい、高橋の成長も、要するに見てきてるわけですよ。だいたい1年ペースで出してるんで。せやよな、すごいな。だからやっぱ自分自身でも思うやろけど、体のラインとかいろいろ変わってきたりしてんねやろ、お前。そうですね、髪の長さとかも違う。髪の長さぐらいわかるよ。そうですよね。切ったり長くなったり。やし、そうです。そういう人じゃなくて。人形か、お前は。てか、さっきそういう話をしてたんです。髪伸びましたね。そうですね。だから、女の子の成長として、はい、こういう、体つきが変わったなとか、脂肪がどうのこうのとか、いうのはもちろん、大人になると、いろいろ変わっていくもんでしょ。はい。今回のテーマ何やの、これ。要するに可愛い高校生みたいな。高校生のイメージにしたのこれ。いや、なんかポップにしたくて、なんかめっちゃ可愛い、こういうなんか明るい色が入れたいですとか言って。なるほどなるほど。要するにトリコロールカラーに多い目とかピンクとかを入れてるんだ。ピンクとか、スカイブルーとか。そうです。すごいよな。なんかアイスクリーム食べてたりとか。あ、なるほど。うん。これどこなのこれ。ハワイです。ハワイか。そうなんですよ。お土産を忘れたんで、自身を持ってきますね。ちゃんとコーヒーを買ってきたんですよ、バニラの。あ、こんなコーヒー買ってきてくれた。はい。来週持ってきます。ちょ、お前ほんま買うたんか、お前。買いました。こうん、買いました。買いました。買いましたって。買うたんかって言われたから。買いました。なあ。買いましたもん。これ、要するに高橋、これ、ハワイのこれ、川がある山の方でしょ。そうなんです。それが初日だったから、もう、すっごい蚊に刺されて。あ、それでお前、蚊取り線香買うてきたんか。そうです。そういうこと？やっぱりや。違う。イメージやな。これが、この川の石をお守りにすんねと、これ、サーファーが。そうなんですか？この、その話してなかった、コーディネートでしょ。なかったです。こういうところ行って、川に何かを置きに行くのかな？こういう、サーファーが、要するに、ジョーズいう波が来る、台風とか近づいたりした時に、この川に石を置きに行くっていうところやと、これ。そんなこと言ってなかった誰も。言ってなかったです。あ、そうか。あんま言えへんねんな。言ってると思うて。あ、そうですよね。うん、絶対言ってお前。ちょっと動いてる。お前、全然聞いてないから、そんな話。はい、流しちゃったかな。あ、だから、高橋、これこういう、これあるやろ、こういう感じの。はい、これアイスクリームやかレストランかどっちや、この。アイスクリーム、あ、ハンバーガーかな。うん。俺、うちの部屋、このイメージにしてやる。あ、これ要するに、かわいい。1970年代の、ポップな。アイスクリーム屋さんやね。かわいい。こういうのがいいね。俺に抱かれようがするから。危ない、危ない。危ない、今、引っかかるとかやったら、行きたいで。かわいいから見てみて。やばくないのか、お前は。気づけなはれや。いや、危ない、危ない。こういう設定。とんでもないやろ。これは、なかなか。かわいい。でも、あんまりセクシーなんかないねな。そうですね。今回は。前の方がセクシーやったよな。そうそう。なんか大人っぽかったかもしれません。今回はちょっと少女に戻そうということで。ポップな感じにしたくて、ハワイだし。ああ、胸も少ないもんね、これ。なあ。それはしょうがないです。そうそう、道重もね。声かかるんちゃう？わかんない。事務所の方から。お前去年出したよ。はい。なそうですね。今年もそろそろ。そうですね、二十歳なのに。二十歳。あ、お前二十歳いう写真出したもんな。出してるで。お前、出してたで。
二十歳というテーマで。出したと思います。お前忘れてると思う。もう忘れてるのか。出しました。出しました。本人に聞いたから忘れてますね。でもちゃんと二十歳の時の写真集は出した。そうだよ、大体ほら。二十歳というタイトルだったろ。二十歳っていうタイトルを構えるじゃん。あれ、亀井か。亀井ちゃんです、ね。二十歳いうタイトルは。二十歳ってタイトルは。だから、お前も来るわ、絶対。もうすぐ二十歳。来るかな。いいなぁ。だから、お前らもうちょっと、なぁ、胸があったらな、こっちも。ねぇ。それなりに写真集見ても楽しいねんけどなぁ。すいません。ほんで俺の周りみんな胸ちっちゃいんやろ。俺の周りってみんな胸ちっちゃいんですよ、女の人、女性陣を。俺の周り、胸みんなちっちゃいの。なんか俺の周りで胸が大きいのは春の愛ぐらいやねん。うわぁ。おっさんじゃん。おっさん。おっさんしか起きないねん。こちら、ラジオネーム、オムくんからいただきました。レンジャーの皆さんこんばんは。アクション映画、ザ・スピリットの日本宣伝キャプテンに今野さんが就任することが、決定したそうです。うんうん、なんで俺が知らんねん。一度死んで墓場から蘇った男、スピリットが、犯罪者、オクトパスと壮絶な人を展開するというストーリーで、うん、スカーレット・ヨハンソン、エヴァー・メンデスとの女優陣の、豪華、初の映画 PR の仕事とあって頑張って宣伝してランキング1位にしたいとヒットさせて第2弾決定とかと行き、気合十分でした、うん、宣伝キャプテンという、肩書きも自ら、命名するほどの力の入れようで公開前にはトークイベントも予定されており、映画がきっかけ、映画のキャッチコピーも、発表する予定だそうですという。なんでこういうのラジオのリスナーから教えてもらわなきゃいけないんやろな、俺な。確かに。真っ先に、ね、相談とかな、うん、連絡あってもいいよな。うん、全然連絡してきょれんからな、あれ。俺がもう嫌や言うからかな、やめとけとかね。あ、そうでしょ。そんなあかんでとか、うん、言われるのが嫌なんですよね、これ。何にも知らんのか。この間、大竹しのぶさんからメール来て、はい、今のことがね、なんか近況を教えてくれてるのかなと思ったら、はい、EXILE の高弘さんに私のメールアドレスを教えといてってわけのわからんメールでしたからね。こっちはもうね、老眼や言うのにメールアドレスって登録してるのをまた見てこっちに書いて、それをまた高いところに送らなあかんっていうのは。送ってあげたんですか？優しいですね。送ってあげなあかんやつ。携帯ってコピーとかしてなんかそのまま貼り付けたりとかできる。何を？アドレスを。アドレスをそのまま。違うわね。高いところに行かなあかんね、うん。はい。どうしたらいいね。携帯に両方とも入ってますよね。高弘さんのも。入ってるよ。だから、大竹さんのをコピーして。何言うやろ貼り付けて。何貼り付けてんの？サブメニューってとこ押して。俺これ貼り付けてるで、これ。それで、電話帳開いて、高弘さんのアドレスをコピーっていうところを押せば、そのまま、大竹さんの、メールの本部に、本部に貼り付けて、やれば、もうそのまんま。そんなできんの？そうですよ。すごい食いつきようや。びっくりした、今。山さん知らんすぎる。俺も知らんやけど。その貼り付けの技術は知らんわ。ねえ。それも電話中です。メール送るよね。メールか、こいつ打つよね。高いので出すよな、もし。はい、電話帳から。出して、ほいで、高いので、ね、前の奥さんのアドレスですって、はい、書いて、そこでどうコピーを、機能を押すわけ。あ、高いのさんに送る場合は、じゃあまず、大竹さんの、アドレスをコピーして、で、高弘さんに、メール作成して、本文に貼り付けっていうところを押せば、そのまま、そのアドレスが出てきます。え？やりましょうか？ええわ。もう送ったもん、昨日。あ、でも次そういう機会があったらやってみてください。すごい、多分、世界が変わるぐらい。マジビビメン、マイケル・ジョータン。かっこいい。これ、電源入れたらあかんて。これ。じゃあ、どういうやり方すんの？後で教えてもらいなさい。言いますよ。あなた仕事やから、ここはあなた喋りでしょ？たまたま洗濯機の使い方分かりました？もういらんこと言うな。違う、洗濯機のこと言ってたから。洗濯機は送れんの？違う、こんな。エグザイルに。違う、これ今メール来た。液体洗濯機送れんの？え？洗濯機送れんの？メール来てる。洗濯機送れんの？貼り付けるの？違う。重たいね。洗濯機。液体できました？
液体できました？うん。もう何言ってんのお前。違いますよ。液体の、液体、違う。粉使ってるんですね、いつも。のぞみちゃんから。うわ、のぞみちゃん、誰？これ、これ、本番中皆さんなってんだよ。本当ですよ、本当に。これ、来てよう来てんね、今日何個しな。俺は、俺に恋しい人が多いんやろな、今日。モテモテやね。モテモテや。あれ、誰来てんの？ジャイちゃんね。あの、うん。監督さん。うん、監督の方じゃないね。あ、お疲れちゃんっていう。うわぁ。インスタントジョンソンのジャイ。すごいね。本当誰とメールしてんの？ジャイ、そんなんともメール、そんなんともメールしてんの？そんなんと思って。ジャイ友達。お疲れちゃん。お疲れちゃん。こちら、あ、そう。それは今度教えてもらおう。まあ、教えて、後で、ね。すごい楽ですよ。後で。はい、後で。うん。あ、そう、はい。それ知らんもんやから。こっちの、ま、メールアドから、前の奥様のメールアド出して、書いて、めんどくさいよ。でまた売ってやらなあかんかったよ。すぐできる。すごいね、今の。はい、うん。だってそんな技術とか知らへんもん、俺ら。そうそうそう。あ、そういうのやり方、本読んだらわかんのか。本読まなくてもなんか、なんかピンと押されてる。わかれへんね、俺らは。こんなんでは。もう破るぞ、この写真集は。やだ。まあ、こんなお前。デジカメの使い方もわからへんのに。もらったんけど。私もわかんないです。あれ、でもボタン押してしまえ、うん。いや、わかってますよ、それぐらい。写真撮りたい。それほとんどがあるから。第一段階でそれを押さんと映らないでしょ。それぐらいわかりますって。何、どんな気持ちって言うてから、それ映るわけない。わかりますよ、それボタン押したら。タイマーとか。いろいろあるんですよね、はい、ね今。電車とか。おそういうことや。な。さあ、笑顔のまんま聞いてください。やったーやったー見違う方のコーナー、イエイ。このコーナーは、アンポンタンの見違えたみちゃんの家族のように、アンポンタンの家族の行動や言動をリスナーの皆さんから送ってもらうコーナーです。そして、見違え方には、それがどれくらいアンポンタンなのか、横綱、大関、関脇、小結び、幕下、そして横綱より上の神髄を含めた6段階でアホ番付をつけてもらいます。はい。神髄になった場合は、見違えたみちゃんが本番中に落書きした番組の旧シートを特別にプレゼントします。さあ、行きましょうか。はい、行きます。栃木県の竹川みのるさんからです。うちの弟は朝寝坊をして寝癖のまま学校に行ったら友達にその髪型いいじゃん、よく似合うねと言われたそうです。でもたまに可愛いな、女の子寝癖好きやよね、可愛いっていうね、必ずね、うん、必ず男の寝癖見つけちゃ可愛いっていうね、可愛いと思う、愛嬌って思って愛嬌って感じね。やね、じゃあ最近俺寝癖少ないやろ。うん。むっちゃ少ないな。むっちゃ少ない。ほとんどついてない状態ですよ。おい、正直、俺らの年代って寝癖、毛が弱んのかな？なんで？いや、関係あるって。ほんまですか？年代？俺、髪の手入れとかしない？はいはい。ねんけど、うん、前まで寝癖とかいっぱい弱うよう言われてたの。はい。最近も同じペースで起きて、うん、同じ状態で行くねんけど、俺の最近寝癖見ひんやろ。うん、見ひんねん。うん。見ないですね。見ないです。なあ。だから、いや、そんなにだからいい感じで寝てるからちゃいますか？うん。はい。前、もう、本当にもう疲れて、違う違う違う。朝起きた時に寝癖前のようにあるもん。ほんで、水で、とかでね、はい、出かけにバーッと、風呂入ったりした時は流すけどもやな、はい、すぐ毛落ちない。毛がですか？じゃあ毛が落ちないと寝癖寝ない？毛が、お前最近毛寝ない？ね、寝ます、めっちゃ寝てます。じゃあお前も、僕も釣られて寝てますもん。お前殴るぞ。いや本当に一緒に釣られて昨日も10時過ぎに俺寝てましたもん。あら早い。もう毛が寝るから言って。違う、やばい、髪質も変わってきてるやん。あ、それはありますね、絶対。そう、柔らかくなってるんだ。多分年齢的なものあると思いますよ、これ。おそらく。サラサラしてる。え？サラサラしてる。これ今、シャンプー作ってるから。そうなんですか？こんなんちょうどこんなやつ。キノコにしか売ってない。高そう。食料品店に売ってるシャンプー。すごいやろ。うわ、食べれるやつや。食べられへん。オーガニック。違う。ココナッツ入り。うわ。いい匂いしそう。
甘そう。すごい、いい匂いする。うん。ああいうのってすごく栄養分があるっていうか、髪に優しいとか、ココナッツで洗うとね、うん、向こうの人なんかよくこう。ああ、そうそうそう。ココナッツの身で洗ったりしてあるもんな。はい、女の子ってココナッツの香りってすごい好きやもんね。なんか多いですね。な、うん、おいおいおい、それに合わせてんやろな。さ、業者もね。うん、これは何匂いで。はい。よー小結び。うん、はい、うん、せやなこれ。はい、じゃあ次行きますね、うん、千葉県のオレンジの6番さんからです。うちの姉はコンビニでアルバイトをしていた時、卵のパックをレジに持ってきたお客さんに、これ温めますかと聞いていました。はあ、これ面白いよね。から昔から詐欺の女の子がバカな男、うん、こんなバカな男がいたいうテーマで喋ってる時に、はい、あの美容室の待合室で見てた子に、あの、待ってる間に饅頭が置いてあったんですって。うん。で、見とったんです、その男が。はい。それで、自分が、やってもらって、それで、もみあげどうしますかって男が聞かれたらしいね。はい。それどうも、お土産って聞いた、お土産って聞いた、聞こえたらしくて、ほんなら、まんじゅうのこと聞いてやるわと思って、はい、すいません、温めてくださいって言うたら、美容室の人が、すごい熱いタオルずーっと、お土産をしてる。温めてたっていうね、話、俺も面白かったんですけど、もう、そのな、美容師も美容師だよな。もみあげどうしますかって言って、温めてくださいって。わかりました。ずーっともみあげ、もうね、あったのガンガンしてくるんですよ、もみあげずーっと。温かくされると頭痛くなるんだ。うん、暑いもん。暑いよね。アホやでな、これ。これはもう面白い話の一つですよね。これは番付は、はい、関脇お真ん中です。はい、うん、じゃあ出ますかね、はい、行きますね。京都市のずんどこさんからです。僕のおじいちゃんは孫が怪我をするとそんなん唾をつけたらすぐに治ると言います。この間時計が壊れた時も必死に唾をつけて直そうとしていました。これは不正ね。頭が痛いから言ってね、昔は我々バンドエイドができた頃は、うん、頭が熱があるとかいう時、頭が痛いという時はバンドエイドここにわざと貼ったりしているのが受けてた時代ありますね。バンドエイドの出始めね。これはどうでしょうね。はい、番付はよー大関、うん、おー、はい、1個ずつ上がってきました。大関、はい、今日はもう横綱、最近横綱出ないね。そうですね、真髄も真髄出ないしね、うん、そうですね。九州となんか本音上げたら1回ぐらいちゃう、うん、3回ぐらい上げた、はい、真髄出たっけ。真髄出た、出ました。何回か何回か出た。真髄何やったっけ、はい、お前覚えてないの。真髄ネタ、真髄ネタはなんかなんだろう、なんか、その流れ的に持ってったものが多い。そう言ったらネタじゃなかったよ。わかんねえ。そんなん言うたらあかんねえ。はい、このコーナーではリスナーの皆さんから家族の安保さんの行動言動を募集します。それを見知らぬ方が判定し、あ、お番付をつけます。はい。以上、見知らぬ方のコーナーでした。ありがとうございます。はい、それでは、モーニング娘。の曲を聴いてください。はい、モーニング娘。で、しょうがない夢追い人。村上ブログのコーナー、イエーイ。はい、行きます。さあ行きましょうか。はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。5月25日、道重が嬉しそうに僕に話しかけてきた。庄司さん、さゆみ、いよいよ海外デビューできそうなんです。それもイギリスです。実は、カラクリテレビで、ハリーポッターのリポーターを募集してたんです。うん。サイミンがリポーターとしていけば、絶対映画に抜擢されると思うんです。だから、さんまさんにお願いして、これから、高橋愛はいらっしゃいませんのコーナーを、そのオーディションにしてもらおうと思って。よし、さんまさんにお願いしてみるか。コーナータイトルは、ラドクリフ君を癒します。なんてどうや。これはまあ、本当にね、芸能人問わず、今募集じゃあ応募しよう、ハリーポッター。いやでも7月撮影中に かなりの期間行ってなあかんからね、レポーターで行きたい。ハリーポッター好きなの。大好き。でも英語も喋れないと無理でしょ。もちろん英語喋れできる。ダメだ
そうやろ。そこはやっぱりある程度も。今ちょっと勉強してますけど。ああ、大好きなのもう。大好きで。でも、あの男、あんなにおっさんになってきとるで。びっくりですよね。大きくなっちゃったんだ。大きくなっちゃったな。今回、どういう設定にすんのやろな。もう学校、卒業して、なんか本通り行かなあかんから、そういうわけにいかへんか。まだ卒業してない。ほんなら少年の役のもんやるんだ。もう、この間、その、見ましたけど、もうおっさんやもん、もう。うん。あの女の子もえらい色っぽくなって。ハーマヨニー。うん。ほいで、もう一人の友達は、あの、キャラ的に顔変われへんわ、あの子は。どうね、うん。うん。だから、あの二人がどんどん大きくなっぱしゃあないわな、これ。我々世代は小さな恋のメロディーって言ってね、うん、映画があって、四つ商事が取材に行ったよね。行きました。マークレスター、はい、嬉しかったですね。その主役のねマークレスターさんが今どうしてんのかっていうので、女の人とね、そうそうそう、トレイシーハイドやな。そう、マークレスターとトレイシーハイド、取材に行って、うん、マークレスターさんがもうマッサージ師になってあって、はい、もうやめてね。だから正解や。だって、子役で当たって、ろくな人生ないからね。そうですよね。子役で当たったら、そのプレッシャーなのか、環境なのか、ほとんどドラッグだやれ、ねえ、酒だ、に走る人ばっかりやもんね。あんだけ儲けて、あんだけチヤホヤされて、何がバランスがおかしくなるのかな、精神的な。もう普通に生きてりゃ優雅に過ごせんのに、何人がああいうことを指すのやろな、不思議なぐらい。なハリーポッター全部見てんのお前？はい、見てます。あ、そう、うん、道重は1話を2回見ました。あ、ほんならもう新しいのを見たことに なるかなるか一話二回見に行ったら、二話見たらええやんか。あんまり興味なかった。一話二回見るぐらいは楽しかった。ああ、なるほど。はい。3話面白い。あ、そうなんですか。じゃあ2話飛ばして3話見ます。いや、2話を見たらええやんか。あの、スタヤ行って2位と3借りたらええねんから。貸してるよ。あ、お願いします。あ、持ってるお前。すごい。でもその3話まあまあ。3話面白い。まあ1話もあの圧倒的に面白いけどね。1がね圧倒的に面白いけど、はい、3、2も3も。4も面白い。4もやった、ハリーポッター。もうやってます。それ何ていうタイトルやった？それは、賢者の石。賢者の石は1だから。1、2やんやったっけ？ 2 が、あの、炎。炎がなんとか？うん。3が。違う、炎が4や。はい。炎が4や。炎が4。炎ゴブレットは、あの、競争です。競争、あの、迷路。面白そう。そうだよ。そうだよ。なお前も突然のことで。すいません。モーニング娘。の高橋愛を今ちょっと忘れてしまいすぎたね。もう飲んないよ、いや。すごい弁がたまに出るね。すいません。親方、次は。はい、行きます。千葉県のビアンコネルさんからです。5月29日。5月29日。5月29日。9日。わかんない。なんで福井なまりにつられんねんお前は。5月29日。5月29日。29日。さんまさんのところに品川庄司の庄司とミキティがやってきた。結婚式の立ち会いになってくれるようにお願いしていた。それはあかん、大変なことになる。僕の時はうっかり立ち会ってもらったら、用意した結婚指輪を見て、貧相な指輪と言われた。さんまさんはウェディングドレス姿のミキティの胸を見て、貧相な胸と言うてしまうに違いない。貧相な胸と言われんで済むのはあややだけや。うん、あ、そうやね、モームスとか、アプロンとも巨乳の人が少ないですもんね。あやちゃん、うん、あと今、さっき聞いた岡田結衣ちゃんとかは。あ、そうかそうか、岡田は胸大きいとか、自分で胸。安倍さんとか。あ、ナッチか。うん、ナッチが胸大きいか。そうか、そうか、そうか。坂道っていうのもちっちゃいからね。だから、あの、この間、ホリケンからね。はい。ホリケンも結婚したじゃないですか。そうですね。だから松本結婚して、で、ホリケンが、結婚するので、ホリケンも、その事前にね、明日記者会見しようと思ってるんですけどもって言って、連絡あって、はい、で、まあ、いや、おめでとうおめでとうとか言ってて、記者会見、僕どうしたらいいでしょうか、言うから、はい、そりゃお前笑わさなあかんやろ、言って。すご
面白かった。そう、じゃあ真面目にやった方が、こういうのはいいんじゃ、いや、まあ、お前が真面目にやりたかったら、真面目にやったらええけども、まあ、そらお前、笑わさなあかんよなどんなネタやったらよろしい、それはお前、俺のネタはお前がやったらあかんしやな。お前のね、自己流でお前笑わさなあかんや。どうしようかな、はい、悩むなブリッジはどうでしょう、しないよ。やってたそれブリッジどうでしょうか、それやってた、それおしゃれなって言うのちょっとしたそのブリッジも一部だけでちょっとブリッジも横滑りになってる状態でしたけど、ちょっとなんか陽気にやりよったんでしょ、はいはい、滑らな、お前と少子だけはな、滑らな、おもろないねん、いう話をね、したんですよ。だから、ね、どういうインタビューしとったの、要するに、結婚、その、コメントでは、そんな笑わすコメントはしてなかったんだ。でも、普通に、答えてたと思いますけど。うん、あ、そうかそうか。ほいで、最後は、あれか、体が柔らかい、人が好きだっていうので、ブリッジしたんだ。だから、まあ、一つポイントね、抑えましたから、よかったかなと思いますよ。だから、松本と、ホリケンなんて、我々お笑いの仲間からすると、絶対結婚しない二人だと思ってた二人が、結婚不適合者ですよ、ホリケンなんか特にね。ホリケンなんてもう、解散なんですから、ずっと。普段もずっと変わらないの、いや、あんなずーっとあんなんですよ、うん、わけのわからんことしたり突然飛び蹴りしたりとか、へえ、前の彼女は、付き合ってたんですよね、有名な方と、はい、それなんで別れたかって、プロレスやりすぎて別れたんですよ、いや、ホリケンが一方的やと思うけど、多分急にヘッドロックしたり、仲間にもそうなんですよ、あいつ、わけのわからんことするのが自分の心情みたいで、頭他人ばさみとかやって最終的に怒られたみたいですよ、うん、そんなんやってからね、結婚生活うまいこといくわけあれへんもんね、だって笑う人がいてるからね、それがあかんと思うね、お前それおもろいなとか、いや、さんまさんが言ってくれるんやったらよっぽど面白いんやろうなと思うんでしょうね、やっぱりだからほんであれやろ、フジモンが木下やろ、はいはい、あれも結婚したらやっぱりあれでもマジっぽいですもんね、完璧に、木下のフジモンはつやろ、木下もあれなんか明石家テレビを嬉しそうに来てるもんだな、大阪でも踊ったやな、あれ二人、そうなんですか、そうやって新幹線乗っとれへんもん、いつも。あれ、大阪止まっとんねん、あれ。大阪で3日しとったんちゃうか、あれ。結構そこまで結構うろうろしますんで、新幹線乗っても。乗ってんか、あいつ乗ってないとか。ずっと。確認してる。うろうわせ。じっとしてる。ほんまですか？でもそんな乗ってないとか分かれへんじゃないですか。いや、なんで木下、あいついつも大阪仕事あんのかなと思ったんですよ、俺は。はい、あいつ大阪でできるわ。他や、明石家テレビ以外にやってないはずやけど、なんか事務所入れとんのかなと思ったけども、今回のフジモンの件で、それで月曜日、3日しとったんや、と思って、今度聞こうと思ってんねん。フジモンか、木下に。でも、フジモン東京ですからね、住んでんの。あいつ東京？はい。あれそれ言うたらもう、あかんですもんね。本当のことですもんね。でも、本当のこと言ってあげんと。そうやな。はい。ほんとはええわ。聞かんとくわ。仕事やな。おしまい。やったーやったー高橋愛は癒しませんのコーナー、さあ行きましょうか、はい、今後輩を見続け漢字の読み方を教えてもらってた、すいません、高橋はい、茨城市のさゆみあぶらみヘルプミー参加いただきました、うん、汗ばむわ。鼻声。もうとっさんずっとこないだの汗ばむ。クーラー入れたらええのに。ずっと言うてるぐらいに。あれコントのおこんだってんか。山田、花子が汗ばむわ。みんながクーラー入れたらええのに。
ギャグなんですけども、あの、もう、それすんごいとっさがツボみたいで。せばるわ。クーラー入れたらええのに。それは山田花子のやつやからな。ほんでほんで、こう、汗ばむわとか色っぽいセリフに言えたらあかんやんね、これ。そうですね。おばはんが言うセリフやからね、これ。これ難しいじゃん、高橋。なんもお前は、あの、下手やりたって、はい、汗ばむわーいうのおばはんやからね。はい。おばあんが若い兄ちゃん口説くときに、脱ぎたいときに言うセリフやから、はい、これはこの癒せませんのコーナーに入れたらあかんわ、その発声バムは。クーラー入れたらええのに。クーラー入れたらええのに。これはもうお前、はい、こんな、ね、言葉も悪いわ、高橋も悪いわで、みんなもう、あかんあかんの連発やから。はい、すみません。親方、はい、行けよ、もう。行きます。神戸市のうさぎちゃんさんからです。入っちゃった。え？入っちゃった。おー、いい。高、全然いいわ。入っちゃった。はい、高橋、あげてください。行きます。埼玉県のポケポケプーさんからです。もっとちょうだい。なんでお前可愛さを出そうとするから、いつも。かわいくない。何が。なあ、はい、じゃあお前どうしても可愛さ出そうとしてんねん、お前。そうなんですかね。おー。そう、もっぺんやってみよう、お前。はい、もっと女っぽくや。女っぽく。うん。もっとちょうだい。お前がね、その女っぽくと、お前どう言うて説明したらできるのか分かれへんわ。うん。もっとちょうだいっていう。もっとちょうだい。じゃあ、エロ、エロや。エロの女でやってみよう、お前。そう言ったら分かんのかな、こいつ。はい。もっとちょうだい。違うわ。分かんない。なんとなく、なんか、うん、松雪さん想像しました。綺麗な。だから学校の先生っぽく今。そうです。うん、やっぱり。おはようだ。はい。もう意見もお願い。行きます。岸和田市の背中の毛さんからです。うまく動けないよ。かわいい。もう断れ、たまにはな。上出来や。こういうや。お前うまく動けないわって言うてみよう、お前いっぺん。はい。うまく動けないよ。もうええ、お前。何もかも潰す気やな、お前。すいません、そんなことないんです。おしまいや。はい。さあ、もうね、高橋も、道重も今、舞台の稽古で。はい。もう通し稽古入ってんやろ？通し稽古この間して、でも、いろんな偉いさんが見てたんですよ。うん。で、曲を、畑さんが書いてくれたんですね、曲を。で、畑さんとかも目の前で見て、なんかみんな緊張しちゃって。うん、うん。だから、いつものようにはできなかったです。うん。自然じゃなかった感じ。ああ、なるほど。でも、要するに曲作ってくれた。人のそのミュージカルなんでしょ、その。いや、でもミュージカルとかじゃなくて本当に劇なので、うん、ちょっとだけしか入ってなくて。畑さんは何の曲作ったの？最初だけやった。最初だけ。ああ、なるほどなるほど。はい、ほんで会長とか来て。いや、会長とかはいないんですけど。つんくは関わってないんで。あ、関わってないのか。はい、そういうね、舞台、ストレート芝居。うちにもセリフあるんでしょ、今度はな。はい、いっぱいある。たっぷり。どうぞ。いい感じです。いい感じ。いっぱい声出してます。嘘。怖いな、それは。というわけで頑張ってください。はい、お相手は、明石家さんま、村上昌司。モーニング娘。の高橋愛と、道重さゆみでした。また来週、さようなら。さようなら。Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy.